皆様、はじめまして、出水市久保荘記念美術館の館長の河田でございます。本日は旅こと塾の講座にご参加いただき、誠にありがとうございます。全国から多くの方にご参加いただいていると聞いております。ご対応の中、またコロナ禍で外出などの制限がある中での開催となります。この講座のタイトルは、出水市久保荘記念美術館で9月12日から開催いたします。 特別展、土佐派と住吉派その2、山和への展開と流派の個性の見どころについて分かる見方、また楽しむためのポイントを1時間にわたりお話しいたします。どうぞよろしくお願いいたします。まず、ここに出しました講座の内容でございますが、日本の風天羅会に出陳する作品を対象にしまして、 日本の物語や風物などを題材する山と絵を継承した鳥羽住吉の成り立ちと展開、それから伝統的な山と絵の題材とその内容、また山と絵特有の表現方法とそれを生かした絵師の工夫についてお話ししたいと思います。<laughs> えー、大和絵は日本の和歌や物語風物語風などを題材する いわゆる王朝文化や国風文化が盛んになる平安時代中後期10世紀の後半ぐらいでございますが日本の風土や生活にざした美術が作られます。山和絵はその一つでございます。それらに備わる特徴といたしましては美しい色彩、繊細な表現、あるいは豊かな情感などと言い表されております。土佐は、 大和への題材や表現を代々当初を中心に江戸時代を通して制作いたしましたその間土佐派から住吉派また住吉派から板谷派が派生しております、えー、大和への代表的な作礼平安時代のものを少し見ていただきましょう源氏物語絵巻いや宿りぎでございますね 非常に農災の彩色と情感あふれる場面でございます。それから足でと申しまして、これは法華経の見返しの部分ですね、役を菩薩本でございますが、あそこに平安女性が信仰心を表すために絵を描いておりますが、阿弥陀如来から下の女性に対して光が当てられていますが、 そこに細かな文字が書かれており、これらが薬王菩薩の教から選ばれた文字でございます。非常に繊細な作品でございます。こういう平安時代の大和絵は数が少なくございますけれども、鎌倉時代や江戸時代にも、室町時代にも継承されております。ここで少し久保僧記念美術館に所蔵される鎌倉時代の大和絵をご覧いただきたいと思います。 伊勢物語絵巻、それから下は映画物語に取材した駒比べ行光絵巻でございます非常にいずれも華麗な彩色、細かな表現が特徴でございます先ほど申し上げた美しい色彩、繊細な表現、豊かな情感などが継承されているとご覧いただけますでしょうか 室町時代になりますと、山渡の特徴は土佐派の絵師に継承されていきます。この作品は、花鳥図屏風は、絵師は不明でございますけれども、土佐派の絵師が想定されております。土佐派は南北朝の漢王3年、1352年に藤原幸光という人が宮廷の江ろの町を表します、江ろ預かりについたことから土佐派の外。 考えられておりますここに挙げましたのは室町時代から江戸時代を中心にした土佐派の系図でございます土佐,佐三つ延から書いております三本持三本、三吉、三則など代々続いてまいりますそれから住吉派は三則の,の弟子さんと考えられておりますが女系武系それからまた同じく 女系の弟子さんが伊藤派を広政と申しますが作り合います。でその流れが土佐派、住吉派、伊藤派と代々続いております。いずれも基本的に血のつながった人たちがこの絵を継承していくというのが非常に大きな特徴になります。続きまして。 この今絵図で挙げました三ノ部あたりから江戸時代初期までのお三の作品を簡単にご紹介いたします。三ノ部の作品これは源氏物語の絵合わせの巻のお冊子の表紙ですね。表表紙と裏拍子表紙表表紙と裏表紙にこんなに豪華な絵を描いていたんですね。それからその息子であります三ノ吉さんは大麻寺園芸巻を作っております。 非常に合戦、飛鳥時代の合戦でございますけれども、非常にリアルな表現が特徴です。で、三つモはこのようにパノラマ的な絵を描きました。かと思うと、こういう繊細な火鉢にネズミが寄っているという、お姫様が眠っているところで、ネズミも密かに行動していますね。面白いですね 桑宮寺、縁起がうまくあるところはここでございます、うんえー。近江八幡市の安土町にございます。安土と申しますと安土城が有名でございますが、安土山の景観も桑宮寺らから見ることができます。ちょうど安土山の辺りを拡大した図と、実際に私が5月に撮った、数年前の5月に撮った写真を比べてみますと、非常に近いもの ね、田んぼに水が張られていてキラキラした様子がよく分かりまして絵、えー、の情景と重なることができます。で、まあ、このようなあの江戸時代初期までの土佐の作品を挙げていきましたけれども実はこのあと土佐は京都から和泉の国すなわち窪創、まあ、美術館があります和泉市あるいは堺市ですねお隣の。 そこに拠点を設けます。その辺りを泉国と申します。えー、実はあ三つちの先ほどのパノラマ的な絵を描いた三つちの子どもに三つ元という人がいますが、この人が戦死をしました。えー、豊臣秀吉のお戦いに、えー、秀吉側として参加したんですけれども、残念ながら戦死してしまいました。そうしますと、 絵師が受け継いでいた絵所預かりの地位もそれからまた所領も失ってしまいますそこで土佐は京都から土地のある堺今の堺市でございますねに移りましてそこで絵を描きましたその時の棟梁が土佐光義と申します今絵を出しておりますけども 緑色に塗った場ところが庭谷とちょっと難しい字ですね。それからオレンジに塗ったところが堺市、中世の堺市の川端町、ここで、えー、土佐光則が生活をしておりました。その記録がございますで。下に京都と奈良、兵庫、和歌山、それから堺市の地図がございますが、京都から堺市までずいぶん離れてございます、ね。ここうういうところで えー、土佐光吉を中心として、えー、土佐は絵を描いておりました。で、この人があ土佐光吉です、息子の光則が描いたかなりいい年齢の高い人物像ですね。で、えー、光吉はこれ、保僧記念美術館にございますが、源氏絵をよく描きました。えー 非常に豪華な色彩、それから繊細な表現が特徴でございます。で息子の三則は、高揚化をしております、えー。56歳と書いてございます。で、光則は同じように、源氏絵をよく描きました。これも、久保層美術館にあります、洗面に描いた源氏絵でございます。非常にちっちゃな作品でございまして、 20センチ30センチ弱でございますね、横の長さがそこに,に細かく絵を描きますで、まあこういう絵を描いた後沢でございますけれどもどのような評価がなされていたかを見ると江戸時代の17世紀の中頃に作られましたあ、本でございます丹瀬若木集といいますがそこにはですね、活動なく細備を取るすなわち 動きがががなななくてて繊細だとと力強ささいいよという,ふうな評価がされております、えー、三好は桃山時代に活躍しましたけども一般に桃山時代の絵画となると勇壮なイメージがあるんですけどもそれとはまた対極にあるものがこの土佐派の絵画であると一般には地味な存在として評価されております、まあ、そういう時期が続いておりました。 でえー、しかし今あの時期になりますと随分研究も進んでまいりましてまたあ土佐つ沖があ生誕400年を迎えた年が2017年でございましてこの時に、えー、私どもの美術館それから大阪市立美術館堺市博物館があ連携をしまして、えー、展覧会を開催いたしました。でえー、このお今回お話しするう 国立美術館の特別展はそれらを受けまして江戸時代を通して土佐派、住吉派、板谷派の絵画を通観するという特別展でございます。もう一度ここに形図を出してみました。大変細かくて申し訳ございませんが土佐派は17名形図に載っています。三つの部から始めています。それから住吉派は10名、板谷派は6名です そのうち本店では25名の絵師の作品を集めております。今、このケ図で青色で描いたところが参加している、手の中に参加している、参加していると申しますか、作品を集めている描いた作者でございます。大変たくさんの方がおられるとはお分かりかと思います。では、これから。 ああ土佐派の作品と絵師について簡単に代表的なものをご紹介したいと思います。まず取り上げますのは土佐三つおきです。えー、先般久保そ美術館で開催いたしましたあ土佐と住み合わせの展覧会ではあ土佐あ三つおきのお父さんの三つ折りですねのあたりまでが中心でございましたので。 今回はそれ以降を中心に展示をしたいと思っております。その代表者、三つおきの肖像画がこちらでございますね。相体と申しますか、頭を丸めた姿でございます。息子の三成が描きました。他にも土佐派の肖像画が何点か残っておりますが、大体肉親が描いておりますので、肖像性といいますか。 あ非常に真実味のある作品だと思っております。さて、そのお三つ置きでございますが、代表的なものを何点がございますので挙げさせていただきます。これはあ東京国立博物館が所蔵する「源氏物語」の初音と若菜の字を描きました屏風です。六、えー、曲一層のお屏風でございます。 それからこちらも土佐光興が描きました「源氏物語」中から「若紫と妻」をそれぞれ6曲一層に書いております。いずれも非常に有名な作品でございますし場面もよく知られております。でこちらを挙げましたのは久保荘記念美術館にございます土佐光興が書いた「源氏物語」の絵巻でございます。 10場面ございますが言葉と絵それぞれ入っております。その中で今取り上げたのは上の方に絵合わせを下の方に母木,木を取り上げています。なぜかと申しますと先ほどご覧いただいた屏風とそれぞれ関連すると思われるからでございます。まず最初に挙げました三つ置きの屏風ですね。三つ置きの屏風の特徴は 手前にミスがかかっているんですね。ミス越しに部屋の様子を見るという非常に独創的な視点でございます。ただ、それを三つおきの源氏物語と比べてみますと、実は同じような視点がございますんですね。えー、現地物語の巻のえ合わせの場面。左側が全体です。そして、えー、 それを一部をクローズアップしたもの、ミスの部分だけをクローズアップしたものを出しました。それを三つ置きの屏風と比べてみましょう。三つ越しに中の様子が描かれています。同じような視点がここに見出せます。次には福岡市立美術館にございます三つ置きの現理の屏風ですね。こちらの方はスマ。 上に上げましたのは、えー、三つ沖のお絵巻、お母木々ですね、えー。見ていただきたいのはこの、この部分ですね、月、ここにも月が、えー。見ている状況はそれぞれ違いますが、月の表現です、ね、雲の表現、それが、はい、あこの絵巻を拡大するとこうなります。これのが多少比較しやすいと 銀で月を描き、そして金や金の白を細かく裁断し、それを巻いています。非常に近い表現だと思います。このように比べてみますと、絵巻と屏風と非常に関連が深いということが分かります。前後関係はよく分かりませんけれども、あるいはもしくはです、ね、絵巻。 があってそれを手本にしながら両方を作るというようなことが行われていたのかなといろんなことが推測できる作品だと思います続いて、えー、三沖の子供に三成という人がいますその方の書かれた三福杖を出しました、えー、源氏物語の浮舟を真ん中に置いて 左右に梅に、右側梅に鳩でしょうかね、鳥、それから左の方は不要に鳥、雀のような、ちょっとよく分かりませんけれども、鳥が描かれております。これを、源氏物語と花鳥図を組み合わせるというやり方ですね。いずれも伝統的なあとさの作風で描かれていますが、特に源氏物語に関しては、 伝統的な土砂の図用を継承しておりますまた花鳥図に関しましてもさまざまに絵を学んできた中で取り上げられた題材ですこういう組み合わせの妙というものも土砂の絵画の魅力になっていますそれから三代という描きが中頃の方でおられますけれどもこの方が描いた若描きですね25歳までの時に書かれた と考えられていますが、平野豪舎縁起という熊田神社と申します、平野区、大阪市の平野区にございます、伝統的なレンガですねで有名な神社でございます。そこの縁起を書いたもの、それからこちらの方は大念仏寺さんのお持ちのものです、ゆず念仏の有名なお寺でございます。片袖縁起巻です、ね それからこちらは道明寺にございます。こちらは菅の道真と関連のあるお寺でございます。そこの縁起巻を書いています。このように大阪の中央に位置する特定の地域の寺社の縁起巻を土佐が書いたということですね。しかも三成は非常に若い時に 書いております。まあ、そういう松代氏でございますね。三代は非常に若い時に書いております。まあ、その特定の地域とのつながり、またあ特にこちらの片袖,片袖、えー、演技でございますけれども、こちらは、えー、言葉書きを書いておりますんですかのがございますけれども、言葉書きは皇室皇族の 方がお書きになったということで知られております。ですね。あの五歳天皇の皇女の理芳上さまが書かれているということで、土佐派のつながりにこういう皇室の方がいらっしゃるというところがよくわかります。非常にこちらも能裁で金銀をの箔を十分使いながら。 構図された伝統的な絵画と言えます。続きまして、隅おし派の作品、まあ広い意味で土佐に含まれる住吉派でございますを挙げていきたいと思います。こちらはあ隅おし広家ですねの書きました四季山影巻の模本でございます。 資産絵巻はご存知のように、張吾尊事さんに国宝でございます、三巻の非常に重要な絵巻でございますね。それを、広安が絵を写し、藤原の康光さんが言葉を写しております。ただ、絵と言葉の制作年代が多少ずれておりまして、もともと絵だけが写されて、あとで言葉が書かれたと考えられています。 上から1巻目、中ほどが2巻目、下が3巻目になります。1巻目、飛鞍の巻ということで、妙蓮というお坊さんが山に籠もりながら鉢を飛ばして、託発をしたと。それをむやみに掘っておいたら、蔵ごと鉢が山に届けたと。 明蓮のいいる市議さんに届けたというお話です、ね、2番目は演技の帝のご病気を治す。3番目は、妙蓮のお姉さんが妙蓮を訪ねるというところです。これらを非常に上と下と見比べていただくとお分かりのように、丁寧に,丁寧にそのまま映しているんですね。か、ま、み、あ、継ぎは多少違いますけども、表現などはそのままああでございます。 このように、えー、作品を模写するということも絵師の非常に重要な仕事になります。特に、えー、このお地域三原絵巻の住吉模本、住吉の絵師が描いたので住吉模本というふうに呼んでおりますけれども、こういう,う模本の制作にあたりましては、お寺様でいろんなところで、えー、ご会長をなさいますが、 特にこの市議さんに、張後尊氏氏さんの場合は、江戸時代の元禄の14年、1701年の6月から8月にかけて、江戸のです、ね、深川にございました永大寺というお寺でご開長なさったときに、どうもこういう絵巻もそこにで公開されたと考えられております。 その記録も残っております、まあ、そういう援助をされたのが、えー、将軍、えー、綱吉の聖母生を生みの親の継承院さんです、ね、が関わっておられますまさに住吉派は御用絵師として、えー、幕府の絵、えー、の制作を行っておりましたので、まあ、このようなあ将軍家のお関わりのある方 の幕援助によって、ご会長なり、またそれに伴うさまざまなことが行われたと考えますと、やはり、ご英子の制作という、その範囲も分かってくるかと思います。非常に丁寧な作品がここに、にいうことができます。模を作るとということも 絵師として非常に重要なことでございますし絵の勉強にもなりますしまた絵の記録にもなりますそういうことも分かる作品と考えています続きまして東照宮演技でございますこれは名古屋の東照宮さんにございます五冠の東照宮演技巻き、ね、東照宮演技巻きは東照射演技巻きとも申します この作品は、やはり徳川家康の生誕から高界までを中心としまして、それを五冠にまとめた絵巻でございます。で、えー、実はこれは、えー、徳川家康の25回忌の時に絵が完成されたものでございまして、絵は加納丹幽という絵師が描いています。 また、言葉ばはごみずのでおこうさんとかが、非常に高名な方が書いておられます。これを、この,その作品をお手本としまして、以後、住吉派の絵師たちが制作をすることになりました。うん、その中心のある住吉女慶という住吉派を作った方です。 露景の絵を手本にして、実はこの作品も住吉博之、板谷博馬さん板谷宏永という3人の絵師が関わって制作されたものです。絵の,この画面の左の方に、それぞれの落款、それから印象が映してあります。5巻目の一番最後に描かれているものです、ね でこちらの作品は、そのお終わり徳川の旧大藩主のお徳川宗室さんによって、えー、天明8年、1788年に制作が始まり、えー、天明2年、次、えー、あの絵はです、ねえー、板屋があ、慶州があ依頼されて、えー、おります。 慶典が依頼されておりますんですけどもそれをサポートした2人の絵師とともに作られたのがこれでございますやはり徳川家に関わる作品を制作する上ではこの御用絵師であります住吉また板谷という絵師たちが活躍をすることになります たくさんの今残っているものもと比較しますと特にこの作品はここにですね今家康の,の病気見舞いに訪れる人たちを迎えるところなんですが寸部、えー、城で迎えることなんですがここの欄間が非常に豪華なんですね他の作品にはこの欄間は書かれていないと思いますこういうふうに少し特徴を示しながら 個性を出しているのがこの東照宮縁起絵巻でございます次に出しますのはこれは住吉博之という人が書いた武学図ですねこの作品は毛利博物館にございまして森家の関連の資料を保管展示いたしていますされているところでございますでこれは 長州藩の仙台藩主の重親という人がおられましたんですがそれを継ぐ息子の八大藩主の春親さんがお父さんの還暦をお祝いして春親の奥さんであります正室であります保衛院時子さんという方がおられますがこの方 が中心となって住吉博之に絵を描かせたという作品でございます。非常に豪華であります。でよく見るとどこかで見たことがあるなと。まあ、特に私ども国交美術館におりますと国交美術館にある最初にお見せしました小倉屋行光絵巻ですね。の場面に結構近いものがございます。あちらも。 年中行事絵巻などを参考にしながら作られたと考えられております。こちらもこの部画図も同じように年中行事絵巻やまたそれ以前の作品を中心に描かれたと考えられます。で、これは実はですね物語がございまして映画物語の20段に「音画という。 場がございますがあそこで、えー、藤原道長ですねのお北の方のお林氏さんがおられますがその方が60歳のお祝いの時に盛大に、えー、60の画を執り行ったんです、ね、その記録に基づいて絵が描かれています、まあ、おそらくう道長の奥さんの林氏の60の画にちなんで、えー、このお 毛利重鹿の60の画をお祝いするという意図がこの保園院時子にはあったかと思います。保園院時子は非常に由緒正しいたやす家のお姫様でございましてですね、今、たやす家、そのお姫様が住んでいるところは東京のミッドタウンあの辺りでございます。その方が 有名な絵師に依頼して映画物語にちなんで作品を作らせたというここにも住吉派の古典に対する理解また手本となる模倣の類の活用が考えられますで特にこの絵で驚きますのは女性たちが着ている装束をミスから少し出します 例えば、こういうところですね、ずらっと出てますですね。ここにも出てます。それからこちらの方にも、えー、東の大のや、西の大野や、それから母屋にいっぱい、えー、水の下から装束が出ています。その装束に実はこういうような飾りがあるんですね。置、えー、口といいます、こういうあの裾のあたりをこう、松ですね。それからこれ、鶴です。他にも亀だとか、あもみじだとか。 そのような飾りがつけられています。えー、このようなあ飾りをつけるというものは文章には見ることができますけども実際に絵で見るってこ,とこれが初めて私は初めてだったので非常に驚きましたしまた非常に豪華だなというふうに思いました、えー、展覧会場には他にもこの打ち入れの装束に飾りがあ,あるところがああのー。 わかりますのでじっくりまた作品を見ていただきたいと思っております続きまして広久ですね広久、えー、と,ひひさとひあの広がるという字とそれからあなおですねこの漢字を当てている絵師があ住吉の掛けにおりませんでどうもお作風などから広いという字ですね広久、えー、を考え絵師として考えています何かの自由で 名前を文字をですね書き換えているように思われます。これは四天堂寺の絵巻でございます。来光一行が四天堂寺をやっつけに行くという有そうなお話でよく知られております。それが近年ですね、根、ね、津美術館さんに八巻残っているということが分かりまして。 私も数年前、展示があったときに、これすごいなというふうに驚いたこと、今でもよく覚えています。まだこういうものが残っているんだなと思いました。これ、八冠本の代表的な場面を6場面映しています。上から上の右、左というふうに下に映っていきます。一番下の段の段 右のところですね、来光一行があ四天堂寺をやっつけるという、ねえー、場面、そこは有名でございますが、他のところ、例えばその上の図、えー、四天堂寺が、えー、女性をはべらせている姿だとか、左のこちらのですね、来、えー、光一行があ主演で踊りを踊っている。 でここに見られる四天同時はお酒を飲んで顔が赤くなっています。こちらはまだお酒を飲む前です,ですからこういう書き換えをしております。この辺りは四天同時としてこれは最後は退治、えー、された鬼の首が京都に向かうというわけですね。 この辺りは四天堂寺としてよく知られている場面でございますが、実はこの上の2場面ですね、これは非常に珍しい場面です。実はあのー、四天堂寺は伊吹き堂寺というお話もございまして、えー、舞台を四天堂寺の舞台を伊吹山にしたもの、それからまた大江山にしたもの、それによって2つに分けられるんでございますけれども、この絵巻は、 1>, 1巻目から4巻目まで、一巻目から4巻目までが、伊吹童子というテキストを題材にしております。5巻から8巻までは、伊吹山のに関係する視天童子をテキストにします。このように、これまで見られなかった、あまり知られなかった伊吹童子をテキストにした作品があるわけですね。ここ、これは、この男の子が、 で比叡山に登りまして、えー、都でお祭りがあるので、何かあ出し物を考えた、その時に鬼の面をかぶって、鬼踊りをしようということを提案して、じゃあ鬼の面はどうするんだということになったときに、自分が作ると言って、えー、それを作っているところです、ねもえー。手に持っているのがあ鬼の面、これ出来上がった鬼の面。 いずれも形相が恐ろしいですね。これはまだ仕上がる前の荒彫りの面。ここには彩色の絵の具だとか、ノコギリなどが散乱しています。それをつけて踊った様子ですね。ちょっと画面が鮮やかじゃなくて申し訳ございませんけども、こういう得意な踊りをします。で、やがて、視、えー、天道士は、 山から別の場所に追いやられて、そこで鬼たちをケラいにして、都から女性たちをさらってき暮らしていたそれを雷郷一行がやっつけに行くというお話でございます。非常に息吹童子と絡めて、魅力のある作品でございます。これですね、非常に生産なシーンですけれども。 よく丁寧に描かれた見どころの多い作品といえます。それから続きまして、これ、源氏物語ですね。今の四天堂寺と同じ絵師が描いたと私は考えてますんですが、この広久の描いた源氏物語の和かなの上下を八曲に八つ折れの屏風に一層の形式で描いたものでございます。非常に金や 鮮やかな色がふんだんだに使われています8極普通6曲が多いんですけど8曲にするというのは非常にいい場面も広がりますし書くスペースも大きいので多いので絵師も力が入ることになります特に取り上げたいのはこの上の場面ですね。 源氏物語の主人公の光源氏、この人ですが、この人が 40, のが40歳になったときにお祝いをするということで、えー、その場面がこちらでございます。特に見ていただきたいのは、この調度品ですね。えー、非常に、えー、立派なあ4つの足のある下げ足といいまして、えー、この足の先っちょが。 サイの足に似たように作られています。螺鈿、それからここには図紙ですね、二段を図紙がございます。非常に丁寧に細かく描かれています。そしてまた、この螺鈿の机には薄い絹のようなものが描けられています。それを透かして中の箱、2つの箱が見えます。この2つの箱には物語を読みますと、 夏と冬の装束が入っているということです。それからまた、この図紙の上には、紙を解くためのゆするつきです、ね、それから、甲を炊くための甲号などが置かれています。それぞれが非常に豪華です。実はこれはですね、この場面も,この場面もそうでございますけれども、現地物語の 内容を反映しております丁寧、ね、に源氏物語を読みまたそれを描くという制作のあり方をこの作品から見ることができます土佐派や住吉派は物語をテキストとしてそれを従来の絵以外にも読みを深めて新しい図用を作り上げていったそれが大きな特徴であります どうぞこれも会場でゆっくりご覧いただきたいと思っております。次に、板谷派の作品をご紹介いたします。今回、展覧会を開催するにあたり、なかなか板谷派の作品を調査する機会が多くなかったんですけれども、何点か挙げさせていただきます。では、広永さんの書いた「源氏物語」の「富士の浦番」の場面です。 え3人登場しておりますが、内大臣といって、昔、党の中将といった光源氏のライバル、今は内大臣に位を上げております、そして内大臣の娘が雲の狩という人がいまして、その人とこの真ん中の人が夕霧光源氏の長男なんですね。 なかなか結婚したいんだけど結婚できなかったようやく結婚を許すということを伝えられるのはこの場ですでこちらの人物が柏木といってこの内大臣の長男柏木と夕霧は仲良しですで柏木が藤の枝を持って、うん、こうですね 夕切りのお杯に少し差し掛けるというポーズがございます。これ非常に有名なポーズでございまして、実はあ久保蔵美術館にございます三吉の重要文化財になりましたが、現実の手鏡にも同じ富士の裏場の図がございます。こちらをよく見ると2人だけですね。こちらはあ板屋の作品は3人。この人のお父さんがここに出てるんですね。えーでうん 普通はこういう図です。2人だけが描かれる。まあ、の中に他にも何人かいますけれども、その横にこのように内大臣を描くものはございません。あくまでも2人が、ねえー、結婚おめでとうというようなポーズでございますね、場面。実はこちらは同じような場面なんですけれども、党の夕霧はお父さん、ねえー、内大臣の方を向いています。 ずいぶんこのお父さんの方を気にしているようでありますね、曇りのかりのお父さんですね。実は物語を読みますと、うん、この内大臣は酔ったふりをして、この夕霧にお酒を勧めると、それをいかに断るかということを苦心している。あくまでも関心はこの友達の柏木にあるのではなくて、お父さんに向かっている。その状況が 物語にはしっかりと書いてあります。通常使われているこのようなおめでたい場面を描くのではなくて、湯切りの気持ちを伝えるような場面にしているというところが、この作品の面白さでございます。それからまた、こちらは板谷の作品ではございませんが、住吉廣貫と言います。その人が書いた2服を出しています。 どちらもどこかで見たかなと思われている方もいらっしゃるかと思います。声出したのは、元の作品をいかにアレンジするかを見ていただこうと思います。さて、こちらですね。えー、っと、鳥獣ギ画という作品は国宝ですから、どなたもご存知かと思います。それを住吉派の絵師が模写をしている作品がございます。こちらですね。 左側の図です。これは五冠の絵巻になっていまして、墨、えー、だけで描かれています、えー。こちらの方はよく見ると、同じポーズですね。カエルが毛蹴りをしています。周りを蹴りました。同じポーズですね。高く上がっています。それからキツネがいますし、ここにはサルがいます。またカエルがいます。こちらはキツネでしょうかサルでしょうかね。 同じようなポーズですけども、ここに樹木がありますが、これが柳に変わっています。そしてこの狐の横には何もありません。ここに少しずつ変えながら、これは横長の画面をこちらは縦長にして、決まりが高く上がっているこの状況を強調する表現になっています。 蹴まりは落とさずにまりを蹴るということがルールでございますから高く蹴り何度も蹴ると有名になるんですね偉くなるんですねそういうどうだというようなことを示すような姿でもあるかなと思っています模写し,したものをアレンジするというそれも政策の一つでございますそれからこちらは美人図です 羊犬、えっと、をペットにしている美人、それかこちら三味線を弾いています。その2人を描いていますよく見るとこ、彦根屏風と言われている付属画が,がございますが、あそのお六曲一層、一席の屏風のお部分ですね、うんえー、この部分とこの部分ですね、それをドッキングさせました、まあ。このようにして、えー もともとあった作品を新たな視点で再構成するとアレンジするということで新しい風俗画が生まれるんですね。非常に丁寧に書いてあります。もちろん着物の柄も多少こちらは同じですけどもアレンジしてますですね。このようにして模本を使いながらあるいはまたそれを再構成して新しい魅力を 提供すするとということも土佐はよくやっておりますそれから、えー、っと次ですね、この前段会で特に見ていただきたいものはこれらです、儀式と土佐派の関係です。宮中で用いられる絵画を制作するのは土佐派の宮廷画家の江戸頃預かりの仕事であります。大乗絵の屏風です。大上絵は 天皇が即位された年に行われる新浪祭のことです。新浪祭を大女祭と呼んでいます。一世一代の非常に重要な行事でございます。その場で使われる屏風を土佐光貞が書いたものがこちらでございます。明和元年天皇が即位されるとは 必ずと言っていいほど大上映が開かれますんですけども、まあ、それも中断もございました、えー、中断ありながらあ大上映が行われる時にこういう屏風を土佐が描いています、えー、6曲の屏風で、えー、これはあのー、雪型といいますか隙型といいます雪隙というふうに言いますのは 天皇、それから神様がお食べになる新しく取れた穀物を奉納する場所のことを言います。そちらから奉納されたものを食しながら、またそれぞれの建物でお祝いがされます。ここで見ていただきたいのは、色紙型といいますが、そこにマヨガナで絵の和歌が。 書かれています絵の歌が書かれていますねちょっと時間がないので読むことは省略いたしますがこのように非常に丁寧に独特の顔立ちで描いていますそれからまたこれは道真根藤さん満洲の描いた大鳥絵の屏風でございます季節があ一月から十二月までそれぞれございまして 上の方は7月8月下の方は11月12月でございますそれにも同じように色紙型が貼られていて輪っかが描かれている歌が描かれていますこのようにそれぞれの地域の風俗を丁寧に描きまた歌とともに鑑賞をするというのがこの屏風の特徴でございますそれからここに挙げましたのはこれも 久しぶりに久保総美術館で展示するものです。以前に行事へという展覧会をしたときにお借りしたことがございます。今回、大上絵ということで、特にお借りいたしました。こちらの方は、大上絵の儀式の様子を五感作品によって描いたものでございます。この大乗絵でございますけれども、 誰が描いたのか分かりませんが、これ、記録として大上への様子を文字で描いたものがございますが、絵に描いたものは非常に少ないです。その中で、このように非常に濃縛で、しかも文字も入れて、どの場面だということが分かるような形で記録を残しております。で、ここには、そこの時の装束ですね、もきっちりと書かれています。 それからこれは4日間続くお祭り儀式の一番最後の豊中の設置へという場面ですね。舞、うん、姫たちが舞を披露する、天皇が舞を見るという行事です。人物の名前も位もしっかり書いて、記録をするという性格が非常に強いものでございます。これもその一つです これは美の日の月の設営、えー、同じ日に、えー、雪の設へ月の設営がございます。えー、ここはないし、間、えー、といいまして、えー、その場面をお儀式の責任者である一条兼香さんが見ている、ね、待ってる、待ってるとい登場待ってるです、ね、女性の。で、この女性は、日用着をかざして、 昇殿、えー、を促す、どうぞお入りくださいというウェルカムの場面です。実は、あの手習のポスターに使っております、この絵と同じでございます。えー、お客さん、どうぞおいでくださいというふうな気持ちがここに込めてあります。それから次、も簡単に申しますと、代理と土佐派が非常に関係を持っております。えー もうあと10分弱でございますけど5分ぐらい延長させていただきたいと思います。申し訳ありません。えっと、代理は何度も火災にあって焼失して、また再建されております。造営には狩野派や土佐派、また江戸時代の活躍した丸山派とか、そういう人たちも参加しております。一代絵師にとって えー、花形の場所となりますで、えー、特に土佐、えー、に関しては完成度お以降江戸へのお政策の中心的な存在になっていきます土佐、えー、は狩野派のお勢力に対抗する大きな絵師の集団でございますけれどもこういう大理の造営に 積極的に関わっていた姿勢がここでわかります特に今の京都御所は一番最後の安政2年の時の建物が中心になっておりますけれどもそこでも絵が描かれております戸沢の絵が残されています簡単に見ていきますと四神殿そこに今昭和の時代の模写が描かれていますけれどもこの作品の を描いたひろゆきという人が作っ描いた屏風がございます。これ、32名の中国の賢人たちですね、歴史的な賢人たちの姿を描いて、天皇がいろんな方とお会いする場所に意義を与えているものでございます。それから、そういう。 今、実物は宮内庁が保管されていて、模写は五章に残されていますが、それを書いた宏行の作品の屏風が今回展示されるということで、これも見どころになってございますから。他に普段公開されている場所もございますが、非公開の場所から作品が今回お借りすることができましたので、それをご紹介したいと思います。 ここに地図を出しました。これはの宮内庁のホームページから取ったものでございます。ちっちゃいですけど、番号がございまして、ここに指針殿、先ほどの指針殿の献上障子ですね。それの屏風がございます。それから清涼殿、指針殿、清涼殿、ここですね。それからあこのお10番がお学問書と申します。12番がお常御殿。 と申します。そこから作品が今お借りすることになりました。えっと、ここに挙げたものが例えば和歌の胃の図。これがこういうふうにはまっています。上段の間の違い棚の上、戸袋のところに描かれています。そんな大きなものではございません。 でも和歌、これ藤原定家が五種の和歌を描いた、それを題材にしていると伝えられておりますが、五種の和歌について研究は進んでいないと思います。それからここにです、ね、この上段の間は、ここの上段の間ですね、ここにございます、はめられています。から、この下の錦花鳥図の小物間でございますけれども、 お学問書の菊の間ですから、こちらですね、こちらにはめられています。それから清涼殿、清涼殿からは、猫、可愛らしいというか、ちょっと怖い猫ですね、お顔の猫。それに、裏面にというか、別面に竹に鈴芽の図が書いてあります。それがこういうい台に 止められて、えー、置かれてて置かいるそれがここです。朝がれの間と道ちおずの間の,この間です。ここに、えー、置かれています。今回、えー、修理があ整ったので、えー、お借りすることができました。からまた次はおつね御殿からはこのようなあこちらですね、こ、えー、ぶすまをお借りしています。この小ぶすはこののは の襖の横にはめられていますちょうどおしんの間ですね、ここです、ちょうど真ん中辺です。えっと、ここはもう非公開になっておりますので、この襖絵、こぶすまを見るのが展覧会のポイントだと思います。それから、このけんの間ですね、えっとんじの間、ここですね、にはめられているのがこのこぶすまです。 それぞれを見ていきますと、このように非常に繊細に花鳥が描かれています。それを拡大しますと、ひばりとフクジュソウ、ツバメとアジサイ、あざみで,、ね、ですね、それからこのようにアサガオと鳥、それからこのようにの作品もございます。このようにですね。 非常に繊細に丁寧に絵が描かれています。まあそのお実は見ていただきたいのはこのそれぞれの作品に絵の具が盛り上げてあるんですね。非常に細かく盛り上げてあって、それはもうこの五絵ならではの作品と言えると思います。それからこちらですね、高分さんですね。おつね御殿。 のおしの間にありますこれはカキ、ね、花やそれから植物、こちらの方はあ魚たちが遊んでいます。それからまたこれ、ホタルですね。それから水辺にホタル、これは水辺に、えー、カニが描かれています。部分を見ますと、まあ、このようにコ、えー、ですとかカニですとかです、ね、これホタルです、ね。それからフヨ 非常ににに丁寧に繊細に書いてあります。まあ、これも絵師の訓練、それからまた手本をたくさん持っている、またいろんな工夫をしながら立派に絵を部屋を整えるというような気持ちが多いと思います。えー、以上で、えー テレナ会の作品の解説を終わらせていただきたいと思いますご清聴ありがとうございましたちょっと2,3分ああのつあと時間をいただいて、えー、美術館の宣伝ですけどもお知らせがございます、えー、久保総美術館でございますけどもおまあ、こういうコロナの時期もございまして、えー、このような集まる動物の森を使いましてですね ご自分の美術館を、久保荘美術館の作品で作っていただくというふうな試みをいたしております。また、美術館、どこにあるんだろうとおっしゃる方も多いかと思いますが、アクセス等、ホームページなどでご確認いただければいいかなと思っています。 梅田駅から大阪駅からですね、美術館まで大体1時間ぐらいを見ていただければいいかなと思っています、その他にもいろいろな交通手段がありますので、ご利用いただければと思います。その一つでございますけれども、期間限定の実証実験としまして、100円で南海電車のシャトルバスをですね、泉府中の駅前から美術館前まで。 走らせていただくことになりましたあくまでも実証実験ですので期間が非常にわずかです9月の18日から20日まででございます時間等もホームページに載せておりますのでご利用いただければありがたいかなと思っております 最後、早口になってしまって十分説明ができませんでしたけれども実際に美術館にお越しいただきまして作品をじっくりと見ていただけたらありがたいと思います。ごご来館をお待ちしてりりまますどううもありがとうございました